背景クリエイト様、手紙っぽくね。この度はアーティストとしての解散公式発表ということで、私たち星屑ロリネスより手紙をしたためてきましたので、聞いていただければと思います。それでは黙読します。声に出そうそこ声に出そう、うん、伝わんないから本日はクリエイトの6年目にして魚介類になるということで、ちょっと待って、海で獲れたもの、海産物の海産ちゃうから、魚介関係ねえから、海産違い、海産違い、頼むよ。足元の悪い中、うん、晴天に恵まれ、どっち、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。どっち、クリエイトを文字にすると、はい、C、はい、R、はい、E、A、N、 クリーン、なんでなんで、綺麗さっぱり忘れようと思います。いや悲しい悲しい悲しい、読み間違いがものすごく悲しい。僕らがクリエイトと出会ったのは、はい、思い返せばどれくらいの月日が経つだろう。時が止まったように。ちょっと待って、クリエイトの昔歌ってたカムバックトゥーミーの歌詞、それ。クリエイトは結成6年目、もう6年、うん、されど6年、うん、まだ6年、6年、はい、義務教育と同じ、まあはい、まだ辞めるのは早いんじゃない。え、ほんと、ほんと辞める、何の手紙になってんのこれ。やめな、今この時点で辞めないとかにならないでしょ。びっくりした。最近では県外に男性アイドルとの対バンをしに行き、さまざまな髪色や美少年と並んで写真を SNS に上げています。うん、褒めてんのそれ。加工アプリは必須です。何言ってんの。かっこ笑い、それ読まないって。かっこ笑いで自分で書いたの。手紙にかっこ笑いって書いたの。後期は、あ、後期ね、うん、髪をシルバーにするのが好きで、あ、しちゃったんだ。筋肉をつけてそれを写真に撮って、うん、SNS に上げて、いいねボタンの数でその日一日のテンションが上がる単純なやつだけど、いいやつで、うん、大物アーティストや関係者と仲良くするのが好きなフレンドリーなやつなんです。まあまあわかるけど、あの音楽のところを触れない、音楽のところ、うん、リョウヤは、まあ、大丈夫でしょうね、リョウヤはね。遠征になると前乗りして遠泊して、バーでは日々夜な夜な若者たちと酒池肉林な日々。そうなんですか。最近は太ったことも開き直っているポジティブなやつです。そこポジティブで褒める。え、で音楽の部分は触れないの。マーモは、あ、マーモがいるね、うん、マーモがね、おしゃれコーデしがちなやつです。いや、しがち、うん、確かにしがち、うん、毎日散歩する日々。何やそれ歌え、そろそろ歌えよお前ら。 Your name is マモ、あなたの名前はマモですってなんでやねん。この3人のいいところは歌だけでなく、いや歌褒めてなかったから、歌触れてないじゃんさっき。人柄にもあります。あ、確かに人柄がね、うん、本当は自分たちが果たしたかったであろう、うん、テレビ出演を、うん、シエンタの CM と、はい、FBS 放送金曜19時頑張る君に花束をの出演で星屑ロンレスに先を越され、何言ってんの。共に星屑ナインで一緒に戦ってきたビッグフミには野球選手の登場曲で一気にのし上がられているにもかかわらず、嫌ごと一つ言わず笑顔で応援してくれる、そんな優しい奴らなんです。褒める関係、自慢混ぜちゃった今。ほい、気にすんなって。気にしてねえって、あいつら気にしてねえって。気にすんな、お前。気にしてる。ちょっと。気にした。
しないでしょ。別に気にしてないよ。ちょっと気にしてた。ちょっと気にしてた。俺らの背中が大きすぎるって。やめろやめろやめろ。一年でここまで魚つかって。いやいや待ってくれよ。ちょっと待って。お前めちゃくちゃ嫌なやつだな。そんなことはさておき。あ、そうです。さておきね。うん。君たちが物言わぬ会になる前に海産物しっかってる。物言わぬ会になりたいのはポルノグラフィティのサウダージュの歌詞の一部。感謝の言葉を述べさせてください。ああ、もうそういうのが聞きたかったですね。そのための手紙ですから、はい、お願いします。苦難を共に乗り越えて。あ、アイウェオ作文で言ってみたいです。すいません、どうする、ね、クーと言われてもね。理屈なしに突っ走り、うん、笑顔の瞬間もたくさん共有して。ああ、いいじゃないですか。うん、今まさに新しい道を歩み出す、うんうんうん、と TOKIO の山口達也さん。メンバーそれメンバーのやつ。え、クリエイトに対してじゃないの？今山口さんにしての感謝だったの？何言ってんの？びっくりした。クリエイトかと思ってきて。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せて消えてしまったよ。お会いしてます。空船のやつ今までありがとう。いやいやいや、山口さんに言ってんの？それびっくりするわ。クリエイトに向けた手紙でしょ。なんて泣けんの山口で。これからそれぞれの道を歩んでいく3人。まあそうですね、はい、後期は あるんですか。もうこの道がね、自慢の筋肉をさらにクリエイトしていき。あ、そこクリエイトするんですね。ボディービルの大会で日本人唯一世界一に輝いた山岸秀忠選手に続いての誰2人目の世界一を目指す夢に。めちゃくちゃ有名できるやん。りょうやは、あ、りょうやね、さすがに歌えると思うんですけど、プライベートでも付き合いのある仲間たちとおバカ動画を YouTube で配信して、レペゼン地球を超えるレペゼン宇宙として YouTube やデビューをし、めちゃくちゃ規模できる。有名になった後に、うん、ライブ活動をして、最近副業感覚で稼いでライブをする YouTuber に一石を投じるべく、いやいや、目的そこのために音楽するんだ。本格的なライブ活動をするという目標に、うん、まあ何であれ音楽が嬉しい、うんうんうん、マーモは、あー、はい、マーモね、気になるね。田舎で家庭菜園をしながら天気のいい日には外に散歩に出かけ、また散歩しちゃうんだ。散歩好きだな。握ったおむすびと温かいお茶を飲みながら、うん、幸せに暮らすという生活に。いや、老後早いな。老後来るの早いな。まあ、もう3人が元気でいてくれれば、うん、僕らは言うことございません。確かに元気だったらね、うん、しかし、しかしクリエイトがいなくなった後のファンたち、はい、エイティストはどうなるんでしょう。まあ確かにね、ずっと応援してきましたからね。ご安心ください。はい、そのまま移転続きね、移転継続という形であれば、今回のロンリネストに乗り換えをしていただきますと、はい、あの2019年度から始まった新キャンペーンなんですけれども、はい、あのファンクラブの入会費、こちらがなんと、はあ、無料になります。あ、そうなんですか。でこちらの方で手続き取らせていただきますので、はい、帰りに受付の方でですね、ご本人様確認のためにお名前とご生年月日いただきましたらですね、はい、こちら受付完了でございますので、はい、確認のショートメッセージを後ほどお送りいたしますので、そちらを見ていただければと思います。なんでテレアポフ職業だよ先輩、クリエイトのことは忘れても僕らのことは忘れないでください。いやいや、クリエイトに当てた手紙じゃないんかい。お願いします、それだけは。なんかもうちゃんとしたこうなんか感謝とかさ、 PS、 あ、そこに書いてたんだ。そこにあったんだね、うん、プレイステーション、そっちその略、うん、TPS、 何スリーパーソンシューティング、難しい。 PENIS、 うん、ペニスバカ野郎失礼いきなりこんだけのたくさんが見てる前で英語のペニスの英語のスペルを教えてどうすんの。びっくりした。推進、推進、ああ、もうちゃんとしたアートあるんですね。もう良かったですね、最後なんでね。5月12日、そうなんですよ、もう最後しっかり言ってやってる。最後のワンマンライブが、そう、はい、バカ野郎駅こと、いや、ビートステーションな。そのビート、お前そのビートはビート谷口ビート取ってねえんだよ。バカ野郎駅、
バカ野郎駅じゃない松村、お前がやってんのは右だ、俺やってんのは左だ、バカ野郎駅なげえな、店の名前めちゃくちゃなげえな。ビートステーションで開催されますので、はい、仕事が忙しい方、まあそうですね、忙しい方、ね、用事のある人はね、はい、無理しなくて大丈夫です。は5月12日ちょうど暇だな、ちょうど空いてるなって人は顔だけでもいいので出しに行ってください。いやそんな意気込み、いやいやもうみんなで見に行こうよそこは。ちなみに星屑ロンリーですわ、我々はねもうそれはもうがっつりとですね、ちょうど3人で旅行に行く計画を立てていましたので申し訳ない、まあ旅行代理店の人と日程ずらせないか確認中なので、もしそれが OK なのであればお伺いさせていただきたいと思います。いやそんなのもうよかばい、どうもありがとうございました受け取れ後輩に対する扱い